バンコクスカイトレイン。バンコクスカイトレインは、タイの首都、バンコクの高架鉄道システムのことである。正式名称を和訳すると、国王陛下ご生誕六週し、72歳、記念高架鉄道といったものになるが、一般に、タイでは、ロットファイファー、ロットイコール社、ファイファーイコール電気と呼ばれる。また、運営会社のバンコックマス、 トランジットシステムパブリックカンパニーリミテッド、バンコク大衆輸送システム社の頭文字を取って BTS とも呼ばれる。親会社の名前を取って棚四電車とも呼ばれることもあった。モノレールではなく通常軌道の鉄道である。なお、大国有鉄道の路線とは異なり、機間は標準期 1435mm であり、また、 電化方式も直流 750V による第3機上終電方式である。全編成とも4両で運行されている。駅改札口を通ると係員によりセキュリティチェックが行われることがあるが、地下鉄ほど厳密ではなく、呼び止められた際に手荷物の中身を見せた上で、携帯型の金属探知機をかざして検査され程度である。乗車券は直式カードであり、 自動改札機への投入の際には日本で例えると、テレホンカードのように挿入する方向が決められている。表裏前後を間違えると投入できない。各駅ともに終日、各ホームに最低一人以上の保安要員が配置されている。線路に近づく、ホームドアに寄りかかるホームの端のストップエリアを越えると、笛を鳴らされる。なお、全駅とも乗客が利用できるトイレの設備はない。 各駅ともホームは原則として相対式だが、例外的にサイアム駅とサムロン駅は島式、サパーアンタークシン駅は単式となっている。全駅で、ケーハ方面が1番線、モーチット方面が2番線、バーンワー方面が3番線、サナームキラーヘンチャート方面が4番線で統一されている。このため、シーロム線の駅では、スクムウィット線との乗り換え駅である。 サイアム駅を除いて1.2番線が存在せず、3.4番線のみとなっている。2011年以降に新規開業した、スクムイット線バーンチャーク駅サムロン駅、シーローム線、ボーニーミット駅ワーンワー駅の各駅においては、運転手後方確認用カラーモニターと、ホームエレベーターが設置されている。それ以前に開業したほぼべての駅では当初は、運転手後方確認用ミラーと、 上りエスカレーターのみであったが、後に、ホームとコンコースを結ぶエレベーターの設置を進めており、バリアフリー対策にも注力している。この計画が正式に持ち上がった時は、カナダのバンクーバースカイトレインの技術を導入し、建設する予定であった。後に計画が変更され、ドイツのラバリンスカイトレインの技術を知るべ入ることに、決め、1992年4月9日、 対物歴2535年に正式に計画が成立した。当時、バンコク都庁及び政府に資金がなかったことから、ボット方式によって建設を行った。建設は1995年、対物歴2538年に開始され、サービス開始は1998年12月、対物歴2541年のアジア大会に、 間に合わせる予定であったが間に合わず、翌年1999年12月5日の開業となった。経営主体は万国大量輸送システム社である。直下の道路を走る路線バスより運賃が割高のため、サービス開始当初から乗客数が伸びず、負債を返済できない状態が続いていたが、競合する路線バスの減便や割引回数券の導入で、 通勤客の利用が増加し、2002年に初めて黒字を記録した。配色にはタイ国旗を思わせる白、赤、青が使われている。車内にはエアコンが完備され、冷房が効いている。また車内には左右とも扉間の中央にビデオモニターが設置されており、画面の上部で CM が放映され、日本とは異なり音声モデル、最下部で自粛。 または現在停車中の駅を表示している。吊り革はベルトで、スタンションポールも備え付けられてる。なお、シートは、雨天時に濡れた客が座った後でも吹きやすいよう、硬いプラスチック製としている。車内放送は、女性の声による、自動放送で、タイ語、英語の順で案内している。先頭車に運転室を有する友人、運転仕様であり、ワンマン運転を行っている。 高架上にあり、よく目につくため、現在は、すべての編成で広告ラッピング車両としている。今後、2018年から2020年にかけて、シーメンス製88両、長春軌動客車製96両、共に1編成4両を増備する予定。4両編成、MC、T、T、MC35 本イコール140両。車両は、 ドイツのポルシェデザインとシーメンス社が共同で開発したモジュラーメトロを開業当初より使用している。開業時は3両編成であったが、3両編成はラッシュ時の混雑が激しいため、新たに中間車 T 車35両を導入し、2012年10月以降に35編成すべてに1両ずつ組み込み MC、T、T、MC の4両編成にした。 4両編成 TC1、M1 TC、M2、TC22 本イコール48両。2010年に長春軌動客車制の車両が導入された。新型車両は全面のデザインの変更と、車内では LED 照明の採用、扉上の路線マップが LED 併用へと細部が変更されている。路線はスクムウィット、スクムビット線とシーロム線に分かれる。 両者は、サイアム駅で相互に乗り換えが可能である。通常のダイヤでは互いに乗り入れることはないが、サイアム駅には連絡線が設けられており、輸送障害が発生した際には、突発的にサイアム駅を介して乗り入れることがある。順序は、北から、順序は、北から、線路は、バーアンはア駅から 1km ほど先まで伸びており、駅のような構造物も完成している。 関係者以外は立ち入り不可。2014年夏より、バンコクスカイトレインの旧駅、サイアム駅、アヌサーワリーチャイサモーラプーム駅、パヤタイ駅、チットルム駅、アソーク駅、プロンポン駅、オンネット駅、サラデーン駅、チョンノンシー駅にホームドアが設置された。将来的には、全駅での設置を目指している。平日ダイヤ、土曜、日曜、 祝日ダイヤがそれぞれ定められており、各線ごとに、曜日、時間帯により、運行間隔が異なる。平日ラッシュ時は、最短2分半程度、早朝、深夜は各線とも8分間隔。スクムーイットセンサムロン軽波間のみ、終日10分間隔。ただし駅には、具体的な発車時刻は掲示されておらず、ホーム上に掲示されている。 戦の曜日の時々の時間帯は分間隔での運行ですという表記が参考になる程度である。BTS ホームページに初電、終電と運行間隔が掲載されている。かつては土曜ダイヤがあったが、2018年12月の時点では土曜は日曜、祝日ダイヤに統合された。また、運行時間は開業時よりしばらくは、 前線6時より1時前までであったが2014年3月1より、スクムウィット線は5時15分より1時前、終電の終点駅到着時までで、シーロム線は5時30分より1時前、終電の終点駅到着時までに変更された。購入は、BTS 各駅か、1日乗車券であれば、アジアホテル、アジアホテル、ラーチャテウィ駅に通じている。 マリオットリゾーツスパで購入できる。上記以外に以下のファイル、英語版ウィキペディアにも詳しい記述がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。